ブブッチさんこんばんは、おかえりなさい。こんばんは、おいたん。こんばんは、ハク様、ありがとう、お疲れ。お嬢さんこんばんはね。あ、こんばんは。ご、背景がアジサイになってたね。カリフラワーみたいでしょ、あれ。明日の乙女座ラッキーカラーレモン色です。レモン柄じゃないっすね、ドレス。テイキャンピテイ、ありがとう、おかえり。チキありがとう。こんばんは、ゴーさんこんばんは。何日かかった、発送通知から。発送通知から何日かかった。なんかやっぱちょっと、いやちょっと距離を感じるね。心の距離詰めてこ、ゴーさん。明日どうした。明日はですね、7月5日日曜日ということで、やってまいりました。延期して、4月にできなかったミスジャパン、違う、2020ミスジャパン埼玉大会ですね。で、明日の、まあね、あとでツイッターで、インスタでしかまだ言ってないけど、そう、ツイッターでも言いますが、明日の14時30分から YouTube でな、YouTube で生中継があるらしいので、よければ埼玉大会の様子をご覧ください。ただ、なんか今日、大阪大会やっててちょっと見たけど、なんか若干、もしかしたら電波悪くてカクカクしてたりするかもしれない。でも、まあ、青いタンが出てきたら、そう、眩しくて見えないとか、あ、一番美しいなってコメント入れといて。まだ電車、何時に終わったの？なんか、割かし、早い時間にスタートしたんだなと思って。アイタの場合は何を着ても似合うと思うけど、ありがとう。カリフラワーなのか、そう、白いアジサイってさ、まね、あれだけど、カリフラワーに見えてしょうがない、アイタ、あれ。あ、まあ一回こっちの問題があって、多分予定より3日間遅れた。あ、そうなの？でも、それでもだね。なんか、大丈夫だと、なんかさ、中身折れたりさ、傷がついたりいろいろしてない？大丈夫？なんかもっと、なんかゴーさんの厳重にやればよかったな。マジかー、マジだよー。最後の夏頑張れるや。最後の夏なの？寝坊しないようにもう寝る。ねえ、早すぎー。いやさ、あいたは朝早いんだよね。あ、雷もあそこパワーアップしてたね。見た。明日こいつも持ってて。持ってて。どれ？どれ？あ、タコさん。じゃあタコも持ってくね。ありがとう。じゃあ最初ウォーキングでこうやってタコ持ちながら。アウトや。ありがとうタコさん。よし、明日14時30分見に行くか。来れません。そう、無観客で、そう、本当にね、母上とか見に行きたいって言ってたんだけど、残念ながらちょっと無観客なので、その代わりでもね、そう、 YouTube で生配信っていうことで、そう、もう、もう、もう。どうしたどうした。こんばんは、お弁当さん、こんばんは。ありがとう。YouTuber デビューおめでとう。どれ、自分のはまだです。まあ、ミスジャパンのアカウントで出るので、そう、まあ、多分14時半、なんかね、多分14時半ぴったりには始まんないと思う。始まってても、なんか、待機、なんか、今日の大阪大会もなんか最初ずっとなんか壁みたいなとこ映してて、そっから急に始まったから、キャー、オッケーだわ。でどこで見れる？YouTube なので、23日出したら多分1週間で来れるかも。あー、そうなのか。1週間、じゃあ約1週間って覚えておこう。水着でしょ？水着ありませんよ。普通のなんかカジュアルドレスとか、カジュアルワンピースとか、カジュアルウェア、そう、と、あと、ロングドレスです。電波悪くて見れないって言ったらいいの？あ、でもね、うん、その時はそうやって言っていいと思うよ。言っていいと思う、全然。でもまあなんか結構ね、まあ後半良かったけど、今日の朝がなんか序盤めっちゃカクカクしてて、それどうしたと思ってて、どこな、葵さんこんばんは、眩しいぞ。葵たんが眩しくて見れない。まあそんなね、まあなんか葵たんの褒め言葉が、そう、南波さん美しいとか書いておいていけばわかんないじゃん。そういうのほらさ、見てさ、あ、この子は人気があるから残そうとかあるかもしれないじゃん。だって、そういうのはやらせって言うんだぜ。やらせ。明日の埼玉出るの？うん、
うん、出るけど、え、そうしたももしかして出る人だった？言うなら、ガクガク、カクカクシカシカ、広背筋が鬼に見えるよ。どういうこと？背中？あ、いたん、でもそんなに背中が空いてるやつじゃないです。まるで止まっているようだ。あ、面白い、面白い、フリーズ。つうか俺の届かんけど、ワゴのはまだです。ただワゴは多分この後動画が行くと思います。中身は全然大丈夫。あー、よかったよかった。なんかさ、いつもさ、そう、運んでる間にさ折れちゃったりしないかなとか心配になっちゃう。どこな、持てよ絶対。厳しい。本戦に行けるのは何の一人です。11人全員で11人ファイナリストがいて、その中でファーストセッションって言って、なんかまあウォーキングと自己 PR15 秒が終わって、勝ち抜いた5名だけがセカンドセッションに進めるんですよ。でそれでロングドレスと質疑応答があって、で最後発表みたいな。で1位の人だけ、まあ1位の人もそう、1位だから代表になれる。そう、こんばんは、ほふにゃん、こんばんは、おかえり。ミスジャパン、リンククリエイター、後で。まだ動画自体のリンクがないから、ミスジャパンのチャンネルの、なんか URL は後で貼ります。嘘やん、嘘じゃないよ。大阪大会、大阪桐蔭高校が制したのかな。いや、全然なんかね、大阪、なんかすごい美人さんだってよ。まあ、みんな美人なんだけどさ、アーカイブって残るの？うん、残るはず。なんか、先週やった人たちは、なんか生配信じゃなくて、後日、そのなんか編集してインタビューとかもろもろ載ってたんだけど、なんか、そう、今日の大阪と明日の埼玉は、なんかわかんないけど生配信だし。ポコやりません、今日。ミスジャパンおめでとう。ん？あれ、そしたん？切ってた？大丈夫、すでにミスジャパン顔だもん。ありがとう、はいはい。まあね、なんか、そう、まあ、せっかくなかなかない貴重な機会なんでね。動画来るー。あー、サトポン、おかえりポン。サトポン、サトポンも明日 YouTube 見てね。14時半から、ミスジャパン、埼玉大会。11人中1人、余裕だろう。葵が一番綺麗で、ありがとう。まあなんか審査員の方は5人いるらしいんですけど、そう、なんかまあとりあえずね、そう、まあナンバーをいいって感じで頑張ります。頑張れ葵たん、甲子園ありがとう。甲子園、そうなんだ、そうなのよ。葵たん勝った、ヒャッホー。おー、おかえり、おりさん勝ったサッカー、お疲れ様。水着がないなら、録画もいらないよ。いやいやいや、興味なさすぎ。どんだけ水着効果よね。いや、そう、今年はちょっと水着がないんだよね。うん、ないの。ないんだよ。生配信1位おめでとう。多分コメントできると思うんだよね。その生配信中。うん。そう、まあ、節度のある範囲のコメントでぜひ。 CD 買い込んで投票するしか、投票あったらね、よかったんだよね。あ、明日決勝なんか頑張ってね。ありがとう、ドイタン頑張るよ。はあ、でもなんか別に思ってるより緊張してない。うん、なんか緊張してないとか言いつつ、多分5秒前ぐらいに緊張してくるやつなんだけど、まあなんか本来4月にやる予定だったのが、4月18かやる予定だったのがすごい延期してね、明日っていうのもあるし、まあなんかドレス着れるのなんかちょっと楽しみだし、あとはなんか、うん、なんかそんな感じ。日曜日はがっつり仕事してます。お仕事なの、頑張って。お仕事なの、そっか、じゃあアーカイブ見てね。アーカイブを見てください。あ、レクタンいる、おかえり。とりあえず審査員にうなぎ配っておこう。すみませんっつって、うなぎです。いや、なんかね、いや、すごい。でもどうなんだ、なんか葵たんのそのなんか一番最初に着る服が、まあまず他の人と被んないだろうなって感じの服なんですよ。なんか色味とかが、そうだから、まあ、うん、
なんか何かで爪痕を残したらいいね。うん、どこだ、明日は本来爆睡してなければいけない時間だけど、うん、頑張ってみるよ、やれるだけ。ありがとうありがとうありがとう、嬉しいよ。俺に節度を求める、コメントできないほうがいい。できるでしょ、真面目ワゴで。ミスジのページ見てきたけど、土屋何がし、あ、ミスジってミスジャパンの略なの、初めて聞いたよ。マジで可愛い、やめなさい。素敵な笑顔でしょ、やめなさい。天気、そう天気ね、晴れてほしいわ。ミスジャパン、ミスジ、びっくりした、ミスジ肉やんと。背中のジッパー締め忘れるなよ。まあ大丈夫大丈夫、うん大丈夫大丈夫。水着がないミスなんてハンバーガーに肉がないようなもの。そんな目で見てんのね。まあなんかね、本来結構他のやつとかね、なんかグラマラスななんかあれで出てくるけど、なんかそう今年はないんで。まあほらね、コロナの影響もあるしね、感染防止ということで。マジか、あとドラムちゃん着るか、うん、そんな話だった。緊張したら手にブリちゃん掴んでいこう。そうねそうね。まあなんか多分葵たん、なんかまず沈黙はないんでしょ。なんか答えることに困っても絶対に沈黙はないんで、まあちょっとばかしなんかちょっとアホみたいなこと言っても葵たんだなと思ってほしい。ちゃんとやるけど。そりゃふっかちゃんの着ぐるみは誰とも被らないよね。いや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 、しかもなんなら去ってのにしなさいってとこだよ。埼玉大会外でやる、外じゃないよ。ただいま、おいたん、おかえりプリソンじいちゃん、おかえり。みんなあれかい、なんか渋谷だっけ、帰ってきた。グラマラス興味ないわ。おーおーおーおお、じゃあ大丈夫だ。はるこたんには勝ちたいね。どういうこと。なるほど、はるこたん、はるこちゃん、かわいい。よし、脱いだ方がすごいんです、キボンヌ。ちょっと葵たん、ちょっとそういう路線じゃ。いつもの箱かぶって出ればいいじゃん。大事、違う、なんだ、中身の美しさが重要だけど、でも見た目の美しさも重要よね。やっぱ第一印象見た目だよね。ちゃんとやりなさいよ、ちゃんとやるけど、うん、まあなんか、うん、多分そう、なんだ、葵ちゃんのこれ配信しか見たことない人はいつもの感じじゃないなって思うと思う。っていう感じで頑張る。全身タイトで出陣と聞いた、うわー、グラマラスボディー。ちょっと路線が違うね。全身タイツ、いやなんか結構なんていうんだ、なんかね、自由なんですよ。いや違うよ、タイツがいいとかじゃなくて、なんかそのドレスとか、まあ、カジュアルウェアとか、なんていうの、なんかスカートの長さが決まってるとか、色が決まってるとか、こうなんか胸元ドア開けなさいとか、なんか背中出しなさいとか、なんかあとこういうなんか形のとか、なんかね、そういうのが全く決まってないから、割とみんな自由で。そう、賄賂うなぎはしっかり用意していくんだよ、悪魔のささやき、うなぎです、どうぞ。しれっとママタン出場。でも違う、こないだママタンがなんか、お母さんもそういうミスおばばみたいなやつないかしらって言ってた。ミスおばばって何。見た目300点かな、ありがとう。何点満点なのそれ。強敵ぞろいだね。まあなんか何ていうの、まあいろいろやってる方もいるし、そうなんか結構個性あふれる方々なのでね、まあ置いたもんだけど。ボランティアやってるからって内面が美しいとは限らないのにな。まあまあ。自由なの？じゃあ水着を。違う、それはちょっと違う。ちょいちょいブリちゃん出せば絶対目立つから。こんにちは、ナンバーオイです。とにかくアラームを明日ね、寝坊しないようにしなきゃ。猫かぶりアオイタンが見られる。やめなさいやめなさい、かぶってないよ、かぶってない、全然ありのままのアオイタンです。笑ってるわ。ごママタンミセスじゃん。あ、ミセスジャパンね、いいねそれ。ミスおばばって言ってた。そう、こんばんは、こんばんは、タコさん、おかえり。
ママだ優勝何して競うの？なんかさ、よく美魔女とかは聞くけど、美魔女コンテストとか、ミスおばばって何？なんかミシンが早いですとかそういう、なんか肉じゃがが美味しいですとかそういう、こらこら母親いじらら言うてた言うてたよ。そもそもミスじゃないだろう、うん、ミセスね。ママタン美魔女コンテスト出陣。いやー無理だね、無理とか言ったらあれだけど。自由なの？自由な女神の着ぐるみ着る？あーいい考えだね、それそれいいそれはなんだかんだロングドレスに当てはまると思うよ、あいたん。俺から見たら600点って600点素晴らしいね。笑いは引きで強気にイエーイビビビ。まあなんていうの、そうなんていうのかな、まあいつも通りとはいかないけど、まあアイタン結構どこでも笑える人なので笑っていこう。ん100点満点で100点満点300点やったね。ありのままのアイタン、アリが10匹ありがとう。ん、あ俺も寝坊しないようにしないと。なんでどこ行くの、タコさんどこ行くの。よし肉じゃが勝負だじゃあうちの母上と肉じゃが。味噌をばばって言ったらただの生き遅れやん失礼、それはそれで失礼じゃない、味噌をばば。はい、ということでちょっとじゃあまあそんな感じで皆さん明日の14時30分からですね、 YouTube でぜひ生配信をご覧ください。そう、まあコメントできたらぜひ南波さん優勝ですぐらいで言っておいていただいて。そう、ありがとうバラホイホイ、バラバラありがとう、バラより君は美しい、ありがとう。意外とパパタンがウォーミングアップを始めた、おっとっとっとミスター、ファイトス、ありがとうラジタン頑張ります。はーいワゴありがとう、ワゴワゴは絶対コメントしてくれると信じてるよ、あいたはい、そしてですね、まあ明日のそのミスジャパン埼玉大会が終わったら一件落着ということで、次はまあ舞台ですね。こちらその錆びた冷たい鉄という舞台に出ます。錆チーム鉄チームあって、アオイタンは錆チームです。錆チームで光ちゃんっていう名前の役なんですけど、全部で4公演あります。今回池袋シアターグリーンビッグツリーシアターっていうところなんだけど、まあなんていうの、S 席 A 席やって、まあ、S 席はもう完売の回まで少ないけど A 席がまだあるので、もしよければお越しください。6月嘘ついた8月12日火曜日嘘ついた8月12日水曜日8月12日水曜日18時半、8月14日金曜日19時、8月15日土曜日19時、そして最後8月16日日曜日の12時からですね。はい、なのでカンフェティでご予約受け付けてます。ぜひナンバー葵でご予約ください、ペコリンチョ。ああと思い出した、10月にレイブ塾って舞台があるんですけど、チケットの振り替えを行ってない方は今日、嘘ついた、え今日だっけ、明日、明日までなので急いでやってください。明日だ、7月5日までに伸ばしました。そうチケットの振り替え、なんかそう本当は6月やる予定だったけど延期になっちゃったので、そう10月やるんですけど、チケットをまあそのまま振り替えにするか払い戻しにするか、まあ通販の商品券として使うかっていうところで、そうだったので、まあもしこの中にね、そういう何もまだしてなかったという方、明日でそれがそれらが締め切りなんで、ぜひ忘れないうちにお願いします。どこなー、はーい、と言っておきますね、ありがとう花の呼吸ね、ありがとう花の呼吸、頑張ろう。明日は東、東京、笑ってるわご来たー12時ポコやる、うん、今日はやらないです。夏なので集まり始めました。島の名前で悩んで、島の名前何したの、おわー頑張れおいたん、ありがとう。お前らじゃまだ早い、まだ早い、本戦に進んだら次はいつなの、なんか9月がなんかそのあれだっつってたけど、うん、わかんない、まだカニちゃん嘘はあかんレイブ、どうやって、レイブ塾のホームページ行くと
なんかそのチケットの写真を撮ってで送るやつがあるはず。チケットってそのまま何もしなければ10月使えるんですよね。使えるけど使うにも振り替えっていうのを申請しないとダメです。ほい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 なんだ、あの6月の1回申し込んでいやそのまんまいけるからいいやじゃなく、1回チケットの写真を撮って振り替えっていうやつで自分の名前とか入れてホームページで申請しないと次使えない。葵ちゃんが遠い人になってしまうね。全然まだここにいるよ。まだ全然ここほら20センチぐらいの距離です。プロ野球のチケットも床ですか？アウトです。菊池さん逆反なんだよな。あ、キイチさん好き？いやそうなんだよね。なんか葵ちゃんも前回のスターマーマレードで同じ班だった人が1、2、3人あっちにいるんですよ。そうだ、なんかちょっとさ寂しい。そう1、2、3、4人だ。4人もあっちにいるね。えあっちの見たかった見たかったそうなの、何もしてなかった、やばい、明日までだよ。ほいほい、振り返りやったか覚えがない。メールみたいなのないの？どうなんだ、メールみたいに来んのかな。イブちゃんとクマさんぐらいか、こっち。そんながっかりしないでよ。ホワイトはもうさあ、なんか結構なんかね、あ同じ班でやりたかったなっていうキャラの濃さの人があっちにいる。そう、まあまあまあそんな感じで、まあちょっと話を戻して8月の、サビ鉄の話に、戻りますと、理解か、あ買ってない、こらこらこら。どんなお話かと言いますと、主人公ナナミはちょっとだけ異能力を使える新人弁護士の女の子。彼女は新人ながら弁護の仕事で大忙し。超犯罪者の女が一人鉄パイプで作られた柵の前で正座をしている。彼女に与えられた懲役は256年。買収した牢獄職員外の仲間から他の犯罪者の情報を仕入れ、これを司法取引で売り自身の懲役を減らした。死ぬまで牢獄だと思っていた。しかし徐々に減っていく懲役年数。犯行ポンポンし今まで簡単に司法取引を認めてきたが、ついに現実味を帯びてくる釈放の時。軽く押していた犯行は鉄パイプのように重く感じ、冷たい鉄柱が斜めに降りかかる。そこに現れたのはお前だー。ちら、はいっていうお話でーす。パチパチパチ、来た来た、ドキドキ、ほうほう、生きてないじゃん。256でもあったら生きてらんないよね。今枝もうお前だ、2回目ありがとう。ドキドキ、やったー来たーこんなにあらすじで喜んでくれるルームってないと思うんだ。ハニーお前だー。あ、これは探偵弁護士です。意義ありみたいなセリフあんのかな。キャーパチ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 、お前だー、おもろそうまあそんな感じで、葵ちゃんはその主人公のナナミの元に依頼に来た女の子で、おしとやかな子でございます。はい、昨日まあなんか1枚だけ稽古の写真さしれっと載せたけど、なんかさ葵ちゃんさ、わかんない、序盤だけかな、なんか座ってるんだよね、なんか座ってるんだよね椅子に。やばい、ブロマイドの振り込みも忘れた。あばな、あばばばば、あばばばばだよ。皆さん振り込み系とか忘れないようにお早めにね。これの霊部塾も振り込みだったら早くしないとキャンセルになっちゃうんで。七味さんのの七味、告知の流れであらすじ入るのかと思って騙された。パターン変えてきやす、いやいや変えてない。今日の配信はこれで終わりそうです。今日はちょっとこれで終わりです。明日の夜までありません。見た、そろそろ食卓にあるやつを七味を見しそう。いやそう、本当にさ普通に なんかどうしても七味って読んじゃうじゃん。そう、昨日もだ、それでそう七味さんあーって言われた面倒だからペイペイにしてくれ。
まあね、なんかペイペイ流行ってるけど、ペイペイ。まあそんな感じで、何かわからないことがあれば、まあこれ配信とか、あとツイッターとかインスタとかでぜひお聞きください。チケット買った人も連絡来たの？うん、誰がチケット買ったかみたいなのは大体、まあでもどちらが、まあ誰がっていうのも大事だけど、そう、まあ誰が来てくれるかと同時に、その自分が今何枚予約してもらえてるかっていうのを、そう見つつかな。 D のやつ何事もなかったように振り込み完了確認メール来たぞ。え、なんかでメール送りますみたいな。あとなんかやっぱりそのレイブ塾の通販の写真の A と B が、紺色のリボンのやつはなんか写真が似てませんかって言ったら、すみませんでしたって言って、それもなんかメールでご案内しますって言ってたけど、言ってたけどまだなんかな。やば、勝てないのがバレる。おい、ん、わごい、むしろ B が変わりますって書いてあった。あー、え、そこだけおかしいね。てか、え、まあ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 、まあ、なんかもうそれでちょっとボタグられたままだったら、ちょっとちょっと言ってもう一回まだ振り込んでないからキャンセルが、ちょっとちょっと後でちゃんと名前、ちょっと、とりあえず明日が終わったらいろいろ確認する。そういえば昨日バブギフト投げた？うん、ないよ。千秋楽1枚しか買ってない。ありがとう。ありがとう。はい、ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。まあ、ということで、皆さん明日頑張ろう。あ、いたんだけど頑張んの。コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。ごいレックタン、ありがとう。4位、ハク様、ありがとう。3位、雷も、ありがとう。2位、もちゃん、もちゃん、ありがとう。1位、ほいほい、ありがとうございます。見て、ちょっと爪、光るように塗ってみた。よし、はい、ワイの名前バレてない。ほいほい、ありがとう、コバありがとう。はい、ということでまたね。あー、ボンちゃんこんばんは、またね。はい、右上のハート白い方は毎日配信してるので、ぜひピンク色にお願いします。あと、Twitter と Instagram、 まあそうなんだ、 YouTube のあれと Twitter に載せますので、ぜひご覧ください。長い。よし、ありがとう、頑張る、ありがとう。それでは以上、葵たんこと、ランバー葵でした。おやすみなさーい。